今日はですね、僕の部屋を紹介していきたいと思います。 1K7畳、独身21歳一人暮らしのお部屋紹介です。靴はめちゃくちゃ汚いですね、バラバラ。遊びに行くときに使う靴は何だろうな、これスタンスミスで、これバンズかな、バンズで、これが何やろ、これがエアマックスかな、エアマックス。これ僕も野球やってたんで、バットですね、公式のバットで、最近買ったサンダル、ちょっとこういう系のが欲しかったんですよね。プラスプラたち、ちゃんと仕分けをしています。これはちょっと趣味のやつですね、最近始めたんで、ここに置いてますね、全部。洗濯機、なんかハイセンスっていう中国のブランドメーカーらしくて、めっちゃ音鳴るんですよね。3万か4万ぐらいの洗濯機です。これはフリーフリグランスボールドですね。はい、これがキッチンジャーだっけ、これが洗面所ですね。ケープとこれワックスですね、最近ちょっと練習してます。これハトムギ化粧水で使ってるやつですね、普段。ドライヤー、ドライヤーこの2000ぐらいだったかな、これ使ってますね。で歯磨き、これ鼻毛カッター、これ電動シェーバーですね、ニベア目、これ結構ええ匂いで使ってますね。シャンプーはこれ H&S と H&S ですね、使ってます。ここの画面に注目、なんかよく恋愛ドラマで、ちょっとこれコンロがやばいんですよね。まあ拭いたら全然綺麗になるんですけど、はい、これシーザーですね、よくあのお土産でもらってますね、母親からの。でこれがこれテッチャーズ、これバーボンですね、ウイスキーの。よくハイボール飲むんですけど、これブラックニッカーで、これジムビームですね、これメーカーズマークなんですけど、ちょっとカラーですね、新しいの買わないといけないですね。これゴールドスタンダードって言って、お腹壊しにくい人におすすめのプロテインですね。牛乳に弱い人なんかはこういう WPI のプロテインがおすすめらしいです。これ DNS、 よくあのダルビッシュが使ってるやつですね。これプロテインシェイカー、これ多分趣味のところですね。これがビデオカメラですね、これ最近使ってないですね。これは自分の持ってる時計ですね、これが結構お気に入りですね、オリエントっていう赤の時計、G-SHOCKが一番好きですけどね。これなんかフルボっていう自動巻きの時計で、この G-SHOCKですね。でも価値は調べたら2000円ぐらいにしかならないらしいですね、まあ、なんですけど記念に置いてます。あ、僕の最近使い出したビデオカメラですね、これ YouTube 用に。でこれが一眼、じゃあミラーレスで、これ一眼レフですね。でこれワックス、これジュズ、これが確か4芯かな、中学校の時にハマって2つ買っただけですね。これもなんかホワイトタイガーアイクリスタル、これ大事に残してます。これ香水ですね、これブルガリ、プールオーブ、白いやつですね、よくこれが一番使いますね。でこれサムライ、あんまりサムライ好きじゃないんですよね、なんかおじさんっぽい匂いでした。ラットスカ、これなんかライムチューハイの香りがしますね。ですね、これがマック、いつもこれで編集してますね。でクラッチロックですね、これなんか一眼レフについてきた大きいレンズですね、これにつけるやつです。ちょっとね、これがあのいつやろな、高校の時に使ってたやつですね、公式用のグローブ、プロステータス、結構硬いでいいですね。ここ当て取り用に使い込んでますね。
これが 3DS ですね。金モンハンのトライ G しましたね。なんか 2,3,000 でブックオフで売ってました。どこ？よ。はい、これが僕の普段使っている車ですね。これなんかプリウスの1個前買ってますね。こんな感じで、そう、まあ、通勤で使ってるんで、普段はどんだけ走ったら、今日は56.7 かな。休みの日はそんなに使ってなかったですね。 ETC カードが挿入されています。皆さんこんにちは、トマヤです。どうでしたか、僕のルームツアー。20代一人暮らし社会人男性の部屋紹介、地方7畳、地方 1K7 畳のルームツアーですね。まあ、皆さんもね、一人暮らしとかされてる人も多いと思うんですけど、どんな感じですか。一人暮らし結構暇とか寂しいんですよね。で、まあいろいろね、趣味とかあって充実してるんですけど、まあ、母親がいろいろ家事をしてくれたありがたさとか、まあ、父親が一生懸命働いてくれてないやなっていうのは感謝するようにはなりましたね。まあ、僕も一回転職かなんかした時にめちゃくちゃお金に困った時あったんですよね。でお金に困ってる時に限って支払いがめちゃくちゃ来るんですよね。で、まあ、車検とか窓ガラスが飛び石で 2,3 回連続で割れたりとか、なんか事故起こしたりとか、そういう時にめちゃくちゃ重なって借金が 4,50 万できて全然お金が返せないみたいないうのもあったんですけど、まあ、日頃ね、こう親にこういう時に感謝することにはなりましたね。一人暮らし、まあ、結構趣味も充実してね。皆さんどんな時計を使ってますか。僕結構時計が好きなんで、こういう時計使ってるとか、おすすめの時計とかあったらコメント欄の方に書いてください。まあ、筋トレも高校生ぐらいの時は結構してたので、まあ、プロテインとかはちょっとね、あの格闘技のジム行った時に、あの仕事に差し支えないように回復のためのプロテインは使ってますね。今はこれ、今一眼レフで撮ってますね。今日の動画は全部携帯で撮ってますね。またね、皆さん、何かしてほしい企画とかそういうのがあったらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ルームツアーありがとうございました。